40代で無職の独身女性、知られざる生活実態とこの先の未来は。40代で無職になってしまった独身女性が目立たないながらも存在する。ただでさえ高いこの国の独身女性の貧困率、シングルマザーに至ってはその比率は驚くほど。この記事ではそんな彼女らの生活実態と40代独身女性がどうやって仕事を見つけ道を開いていくのかを語りたい。40代で無職、独身女性の生活の実態。40代は一時的に仕事を失ってしまった20代と違い、当然ながら選べる仕事の選択肢が狭い。また若い人と比べ気力体力ともに衰え、かつて周りに家庭を持った友達がいるとどうしても比較して自分を下卑する。結婚していなくても仕事が充実していれば良いが、無職なので悲壮感いっぱいに。どうしても暗くなりがちなのが仕事を失った40代独身女性の生活だ。俺と元同じ職場の同僚にやはり40代の独身女性がいる。派遣には登録しているが、今は充電期間といって引きこもりのような生活だ。このままでは本当にまずい、先がないと思いながらもついダラダラしてしまった様子。今は結婚していなくても女性がとやかく言われることがなくなった。一昔前は必ずと言っていいほど親戚のおばさんが見合い写真を持ってきたものだが、40代で無職の独身女性の方向性。いきなり正社員と意気込まず、まずはバイトでも派遣でもいいから働いてみる。選択肢が狭いと言っても高齢化が進む日本ではシニア案件の増えてきている。まして40代なら仕事は豊富に存在する。ちなみに人材会社にいる友人の話によると、女性の事務系の仕事は人気が高いものの、正社員での募集は圧倒的に少ないのが現状。いずれ AI に淘汰されるジャンルなので、そもそも避けておきたいが、またはネットでできる仕事を探すのも一つ。今ならオンラインでクラウドソーシングの仕事はいくらでも見つかる。個人的にはすぐにお金になる仕事をしながらもビジネスブログを始めること。40代となればさすがに経験があり語れることが多いので強みになる。手先が器用なら、例えばビーズを使ったアクセサリーをネットで販売してみたらどうだろうか。とにかく頭を切り替え、多くを望まないと割り切らないこと。東京にいても月8万円ほどで生きていけるし、都会を離れればもちろん生活コストは下げられる。ネットのおかげでこれが十分可能になった。変なプライドやこだわりを捨てて、何が自分にとって一番心地いいか、本当に大切なものは何かを考えるいい機会に変えてしまおう。まとめ、40代で無職の独身女性にもこれからはある。その元同僚の彼女は世界遺産を見に行くと意気込んでいたが、そういうモチベーションでもいい、どこかに旅に行きたい、じゃあ働こうかというノリで。40代で結婚していないから、仕事がなくなったからというだけで悲壮感いっぱいの毎日になる必要もない。暗くなるとより自分で選択肢を定めてしまうからだ。何しろ70を超えたおばあちゃんがゲームのアプリを作れる時代、年齢も言い訳にはならない。結婚観や価値観、ライフスタイルが今までにないほど圧倒的に多様化している時代、あなたが本当に望む生き方を見つけよう。